パシフィックサーフライナーはアメリカ合衆国の南カリフォルニアで運行されているアムトラックの列車であるサンルイスオビスポとサンディエゴ間の 560km を約8時間半で結ぶこの列車はカリフォルニア州交通局を通じて州の資金援助を受けて運行されておりアムトラックカリフォルニアのブランドが付いた路線の一つであるコーチとビジネスの2クラスがあり車内には 荷物棚、折りたたみ、テーブルとフットレスト付けのリクライニングシート、読書灯、トイレ、無線欄、120V のコンセントを備え、軽食と飲み物が買えるカフェ車が設けられている。その他、自転車の搭載場所、Wi-Fi スポット、車椅子用のリフトを装備している。2013年度の1日利用者数は7413人であり、アムトラックの路線の中では、 ノースイーストリージョナル、アセラエクスプレスに続いて3番目に利用者が多い。アッチソンとピカンド、サンタフェ鉄道はかつてロサンゼルスサンディエゴ間で、サンディエガンという列車を運行していたが、1971年に発足したアムトラックがその列車の運行を引き継いだ。1988年に運行区間は北に、サンタバーバラまで、さらに2000年にはサンルイスオビスポまで拡大した。 これに伴い、サンディエゴにちなむサンディエガンという名称はこの列車には合わなくなったのでパシフィックサーフライナーという名称に変更された。サンディエゴ・ロサンゼルス管理は1日に各方向に11本の列車が運転されている。ロサンゼルスより北を走る列車はゴリータ折り返しが3本、サンルイス・オビスポ折り返しが2本である。パシフィックサーフライナーパシフィックサーフライナーの先頭に タつキャブカーレークフォレストにて、パシフィックサーフライナーのビジネスクラスカーの1階遺跡、エンド F59 ファイ機関車サンタバーバラにて、この列車は2階建て客車、サーフライナーを使用している。塗装はこの路線専用の青と銀色の塗り分けである。この客車には、アムトラック所有のものとカルトランズ所有のものがある。各編成は、機関車、ビジネスクラスカー、3両のコーチ、コーチ、 カフェ、キャブカー、制御客車。コーチ、荷物置き場、運転室を備えた合わせ作り車よりなり、プッシュプル方式で運転されている。ロサンゼルスのユニオン駅は行き止まりになっているので、そこで列車の進行方向が変わる。そのため、場所と進行方向に関わらず常に制御客車がロサンゼルスの方を向くようになっている。行き止まり型の駅は効率が悪いので、 ユニオン駅の一部を通過型に改良するプロジェクトが進行中である。利用者の増加からコーチを3両にしているが、サーフライナーが足りず、長距離用のスーパーライナーがしばしば連結されている。しかし、スーパーライナーは自動ドアではないので、自動ドアを備えたサーフライナーのコーチとキャブカーの間に連結して対処している。車両不足への対応としてはまた6両編成の アムフリートアイ、または、ホライズンを使われている。その編成では後部に、キャブカーではなく、無動力制御車が連結される。この列車の運転に用いられる機関車はすべて、アムトラック所有のもので、サーフライナーに合わせた、塗装のエンド F59 ファイが当てられている。しかし時には運用の都合で、他の長距離列車用の P42DC が使用されることもある。現在機関車、 客車ともに2020年頃を目途に、新型車両への置き換え計画があり、機関車は、シーメンスモビリティの新型機関車チャージャーに置き換え、予定ある。客車も、シーメンスモビリティのシーメンスシングル、レベルカーズの予定である。ありがとうございます。